今注目の選手たちが一堂に会すオールスターゲーム、試合前に開催されるホームラン競争も名物の一つとなっています。そこでオールスターゲームホームランダービー歴代優勝者は誰でしょう。16年から昨年23年までに優勝した8人についてクイズを出題します。野球でクイズではクイズテーマを募集しています。ぜひコメント欄でリクエストしてください。昨年2023年4度目のオールスター出場でホームランダービー優勝。18年から毎年オールスターに選ばれていますが、22年は新型コロナウイルスの影響のため辞退しています。右投げ右打ちの内野手、近年は外野を守ることもあります。ホームランを3回、打点を2回。1996年6月生まれ、28歳。智弁学園高校から17年ドラフト1位で巨人に入団しています。16年フレッシュオールスターで MVP を獲得。今年もホームランダービーに参加しましたが、準決勝で近藤選手に敗れました。岡本和真選手でした。2年前の22年ホームラン競争で優勝した選手です。16年、17年、19年、21年に続き5度目のオールスターでした。右投げ右打ちの内野手、 NPB に8年間在籍しました。1987年9月生まれ、現在36歳。アメリカ出身、元メジャーリーガー。15年日本ハムに入団。2年目の16年に日本プロ野球史上初、打ったホームランが全て6番以下の打順でホームランを獲得しています。19年ロッテに移籍、昨年まで在籍していました。お寿司を握るパフォーマンスでも知られています。レアード選手でした。3年前の2021年にホームランダービーで優勝した選手です。18年、19年、21年、22年と4度オールスターに出場。この年が3度目の出場でした。右投げ左打ちの外野手。この年首位打者と最高出塁率ベストナインを獲得しています。1993年7月生まれ、当時28歳。福井県敦賀気比高校青山学院大学から15年ドラフト1位でオリックスに入団。ヒッティングで昨年からメジャーリーグに移籍しています。吉田正尚選手でした。2020年は新型コロナウイルスの影響でオールスターゲーム自体が中止となりました。19年ホームランダービーで優勝した選手です。16年、17年、18年に続き4度目のオールスター出場でした。21年にも出場しています。右投げ右打ちの外野手。この年首位打者、最高出塁率、ベストナイン、ゴールデングラブ賞を受賞しています。1994年8月生まれ、当時24歳。東京都出身。二松学舎大附属高校から12年ドラフト2位で広島に入団。22年からカブスに所属しています。鈴木誠也選手でした。2018年ホームラン競争優勝者はオールスターゲーム4年連続4回目の選手でした。前年は決勝で敗れ準優勝に終わっていました。翌19年もオールスターに選ばれています。右投げ左打ち、内外野を守ることができます。16年にホームラン王と打点を獲得。1991年11月生まれ、当時26歳。横浜高校から2009年ドラフト1位で DeNA に入団。ポスティングシステムを利用し、20年レイズに移籍しました。今シーズン途中、日本球界に復帰、ファン投票で選ばれましたが、その直後骨折が判明、出場を辞退しています。筒香嘉智選手でした。参加者8人から2日かけて優勝者を決める現行の制度になったのは2018年からです。17年までは第1戦、第2戦それぞれで優勝者を決めていました。17年その両方で優勝した選手がいました。この年4度目の出場。14年から今シーズンまで10度連続選出されていますが、19年と今年出場を辞退しています。右投げ左打ちの外野手。首位打者2回、最高出塁率4回、最多安打2回、 MVP2 回、ベストナイン8回、ゴールデングラブ賞6回。1988年10月生まれ。広島商業高校、広島経済大学から10年ドラフト2位でソフトバンクに入団。19
2014年第2戦、22年第2戦、23年第1戦の3度 MVP を獲得しています。柳田悠岐選手でした。2016年第1戦のホームランダービーで優勝した選手です。オールスター出場はルーキーイヤーの13年から5年連続、この年4度目の出場でした。投手として選ばれましたが、投球が難しい状況だったため野手として出場しました。翌日の第2戦では MVP を獲得しています。15年最多勝、最優秀防御率、最高勝率、この年リーグ MVP を受賞しています。1994年7月生まれ、先日30歳になりました。当時は22歳。岩手県花巻東高校から12年ドラフト1で日本ハムに入団。先日メジャーリーグのオールスターでもホームランを放ちました。大谷翔平選手でした。最終問題です。2016年第2戦のホームランダービーで優勝した選手です。この年オールスター初出場、右投げ右打ちの内野手、1985年12月生まれ、当時30歳でした。ベネズエラ出身の助っ人外国人。2002年から14年の初めまでマイナーリーグでプレーしており、14年4月西武に入団。21年前半戦終了後の7月に帰国していましたが、コロナ禍で家族が来日できないことが大きな理由となり、球団に退団を申し入れ、球団も了承しました。メヒア選手でした。8人の選手をご紹介しましたが、2人が助っ人外国人、日本人のうち柳田選手と岡本選手を除く4選手がその後メジャーに移籍しています。2024年は誰が優勝するのでしょうか。楽しみですね。ご視聴ありがとうございました。あなたは何問分かりましたか。高評価、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。よろしくお願いします。